アメリカ軍普天間基地の辺野古への移設に向けて、防衛省は大浦湾側にある軟弱地盤を固める工事を開始しました。正午過ぎ、大浦湾では石材を投入するなどの工事が始まりました。名護市辺野古への移設計画をめぐっては、移設に反対する県に代わり、国が工事の設計変更を承認する代執行をしたことで、防衛省による大浦湾側での埋め立て工事が可能となっていました。代執行訴訟も進行中なので、それが、終わって後に協議をしたいということは申し入れているはずなんですね。政府の都合でやっていることだということで、非常に遺憾だというふうに思います。政府は工事完了までの工期をおよそ9年と見込んでいます。